ストレス解消法、今人気があるのがカラオケです。まあ、どんてもう思いっきり出ないでしょ、今日は。もう、加藤さんと飲むとね、楽しいのね。それが、実はもう、それだけで十分ですよ。あのね、俺もね、どうやわけかはね、市村君と飲むとね、もう本当に気が休まっちゃう。いや、本当、ごひいきが、俺が気をしくらさるね、本当にね。どうですか、あの、一曲。歌、カラオケ行くかい。これもうストレス解消にはこれが一番だね。今やっぱりね、歌ってね、ガンガン発散しなきゃいけない。 ね、歌って、あのいい声聞かせてお願いだから。そうね、はい、入って歌、うん、ね、よ、よ、待ってました。やろう、白樺うまいな。やっぱ加藤さんでもあれ歌い込んでんのね。もう出足ですぐ上がるもん、ニアダスなんだ。うまい。なかなか歌えないよ、その白樺が。ちょっといいな、赤さを歌ったらね、もう、いや、誰も聞いてねえんだから。まあ、歌って、やっぱり歌わねえが、そうですか、いたこの…うまい。歌って、加藤さん歌って、そうか、じゃあ、せっかくだからね、俺ちょっとタットだったらいいな。あ、いいね、よ、待ってましたよ。よ、何がいいかね。もうお任せ、何でもしよう。何でもいい、もう何でもしよう。ふけば…お前そこまでなかなか歌えないよ。普通の歌詞に聞かせてあげたかった、その場合は。で、じゃあ…あたせだ、歌はダメだからね。歌えないよ。赤い…もう頭がゼロでいてる。よし、いいか、こんな格好ですよね、これ。ゆーけゆーけうまいね。うまいな、実にうまい。痛いな、実に痛い。いや、うまい。じゃあ次歌いな。あたせ、こっちで歌って。そっちとか危なしはね。こっちで歌うか。僕歌うかね。そう、ポッポッポッ。うまい。失礼しました。おお、拝見。あら、ずいぶん上がってますね。おお、拝見。どうぞ、ね、待ってましたよ。あのね、このおかみ歌う場合です。本当に、おかみ歌う場合。私はお客さん歌ってください。いや、おかみ歌う。いや、せっかくだから聞かせちゃって。バシッと聞かせちゃって。じゃあ、一曲。よ、待ってました。月が…うまい。なかなかうめえよ、おかめ。おめえ、ここ張り立ったよ、このおでこ張り立ったよ。勝つか、歌ってくるの。もう一回歌って。よ、任せるからね。じゃあ、もうちゃんとでもう。よ、加藤さん、ありがとう。待ってました。いくよ。よ、待ってました。いいやん、ドット、いいやん。お前じゃないかい。お前じゃないかい、これ最高でないか。なかなかうまい。うまいわ、最高。歌いな。私あんま歌いたくないんだけど。ちょっと歌ったわ、こうなったら。こうなっちゃうべ。歌ってもらったわ。春よ、来えば。早く。おかみが土からね、下から来ると、鼻の中入ったってよ。おかみ歌いな。おかみ歌い。なんだろう、これ聞いてないことやって。